船木正勝です。今回も質問フォームになります。いつも拝見しておりますペガサスキッドことコ・クリス・ベノア選手についてのお話をお願いします。90年代新日本のジュニアヘビーを盛り上げた功労者の一人だと思っていますので、あのような最後が今でも残念でなりません。船木さんは新人時代一緒に生活をしながらトレーニングをされていたそうですが、印象に残っているエピソードや人柄などについてぜひお願いしますという質問になっています。クリス・ベノアですね。クリス選手、クリス、まあ、自分はクリス・クリスって言ってたんですけども、1985年ですねに、カナダでデビューをプロレスのデビューをしています。それでその2年後の1987年にですね、日本にその来日というか新日本に来るんですけども、なぜか新日本の練習生として、まあ、1年ぐらいですかね、練習をすることになりました。なぜか、まあ、そのままその試合に出す、まあ、デビューしてますので、その2年前にデビューしてますので、そのまま試合に出せばおそらく試合もできたとは思うんですけども、なぜか年齢の関係なんですかね、確か19歳ぐらいだったと思うんですけども、で自分が17ぐらいですね、2つ年上のですね、留学生で、まあ、当時、その新日本プロレスにはですね、結構留学生もたまに来てました。ハワイから来たりと、あとはその、韓国から来たりとかですね、まあ、試合をしながらその道場に寝泊まりをする、そんな選手もいたんですけども、まあ、何人かいたんですけども、この、クリス選手が自分と初めてその同年代というかですね、一番年の近い海外から来たその留学生ということで、すごく自分もその親近感というか、いつもですね、一緒にその遊んだりとか、まあ、練習も一緒にしたりとかして、まあ、一番、留学生の中でもその印象に残る選手がクリス・ベノア選手でした。クリス選手はですね、と一緒に来てたのがそのダリル・ピーターソン、まあ、この選手がものすごくこの体が大きい選手で、まず彼はそのもう結婚もしてましてですね、それで、外国の方にその奥さんと子供を置いて、その新日本のそのなぜかその練習生留学生になって、で、まあ、後にその試合をすることにもなるんですけども、まあ、クリス選手、話を戻し、クリス選手の話になります。ちょうど1年ぐらいですかね、一緒にその行動をしてた時期がありまして、ホテル、巡業中もですね、ホテルもほとんど2人部屋の時は、クリス選手と同じ部屋に、されてました。なぜか分かんないんですけども、年が近いっていうのと、あと自分がその後にその海外遠征に行く時のための、英語とかですね、外国人との その生活に慣れろっていうことで、もしかしたら一緒にされてたのかなっていうふうに自分は思うんですけども、その時に結構その英語の方もですね、まあ英語しか通じないので、中学校を卒業してすぐのその覚えてる単語でですね、クリス選手にはお話をして、そしてクリス選手からも、日本語ってこれなんて言うのかって聞かれたら、それを教えてあげられたりとかして、お互いにその英語と日本語をですね、ごちゃごちゃにしてそのコミュニケーションを取っていた、そんな記憶がありますね。ウェイトトレーニングも一緒にやりました。ただ彼の方が全然力が強かったので、自分がベンチプレス60キロでやってれば、彼が後にその10キロ10キロつけて80キロでこうやったりとか、そんな感じで、それでも一緒にウェイトトレーニングをした記憶もありますね。3ヶ月に1回ぐらいですか、カナダで、おそらくビザの関係だと思うんですけども、カナダに帰ります。で、帰ってその戻ってくる時にですね、向こうからそのサプリメントですね、その向こうのアメリカ産 そのアミノ酸とか、そういうビタミン剤とか、そういうサプリメントも買ってきてもらったりとか、そんなこともしてもらいました。そして、プライベートな時間ですよね、海の思い出がですね2つありまして、1つは山口県のですね、会場で、後ろ体育館の裏が海だった時がありまして、近くに、で、自分とクリスとこう海見に行こうって言っても、海見に行っ
ったらですね、その時、ちょっと時間早かったんですけども、ファンの人がですね2人こうついてきて、それで自分たちのことをずっとこう見てるんですけども、でこっそりですね話して、ちょっと2人、ちょっと海に落としてみないかと自分が提案したら、それは面白いってなって、それで自分とクリスと2人ですね、その人たち呼んで、なんかこう、ファンですかって、サイン欲しいんですかって、サイン書いた後にいきなり2人でうわっとですね、1人だけなんですけど掴んでその海に放り込んだと。で、その人はですねそのまんま、海でもびしょ濡れですね、もう頭から下までですね、そのまんま、濡れたまんまですね体育館でその、感染をしていたという話なんですけど、その人をですね、この YouTube 前にその与論島に行った時に出てくれたその岡部さんなんですけども、その時に、お互い、そのですね初めて会って、それ以来そのクリスと一緒に海に落とした岡部さんということで、ずっとその思い出としていまだにその交流があるんですけども、そんな一面もありました。あとはもう一つの海の話は、道場のみんなですね、合宿場の若手全員で、マイクロバスでその湘南までですか、確かお休みでそのちょっとこう遊びに行った時の話なんですけど、やっぱりなんか面白いことしたいなっていうことで、やっぱりその海と来れば、落とすか埋めるかのどっちかになってしまいますね。埋める方に走ったんですけど、その時は片山選手ですねが、土の中にですね入ってくれて、でそれをその、全員でこう砂をこう盛り上げてですねこう埋めていくんです。その時も、クリスはすごく楽しそうに、あんまりその、口数ですねもともとそんな多くないんですけども、すごく楽しそうにその片山選手にその砂をこうかけて埋めていった、それもすごく思い出に残ってます。あとトレーニングですね、一番大事な日常生活の中で一番大事なトレーニングなんですけども、とにかく先日引退したライガーさんに負けないぐらいですね、トレーニング大好きで、ウェイトトレーニングから、外国人留学生、の中でも一番おそらくその日本式のですねトレーニングを、行ったレスラーの一人じゃないかなっていうぐらいですね、スパーリングなんかも率先してやってました。一回そのライガーさんが海外に行った後ですね、すぐにそのクリスがですね両国国技館で藤原さんにそのスパーリングをしてもらってるのを見て、自分は、ライガーさんがいなくなったらすぐに藤原さんに行こうと思ってたのに先を越されて、その藤原さんをですね取られてしまった、そんな記憶もあります。なので、そうですね、強くもなりたかったのか、おそらくその新日本式のトレーニングを全部吸収して、それでその、一流になろうっていう、そのすごく貪欲な姿勢がですね忘れられませんね。ただ、筋肉がすごくこう張ってましたので、腕なんかも本当に関節普通であれば後ろまで回って初めてギブアップするんですけども、途中でも痛くなってしまう、それでその早く人よりも早くギブアップする感じだったなっていう記憶もあります。やっぱりその筋肉がもう邪魔しているというかですね。そしてそのクリス選手のその日本デビュー戦なんですけども、その相手をですね、自分が任されまして、でもうクリスの方が、自分よりも2年先にそのもうプロレスを経験してたっていうことだったんですけども、やっぱりその新日本プロレスの前座のスタイルですね、その、スタイルではやっぱり自分の方がちょっとそのデビューして、1年半2年ぐらい多分経ってたんですけどね、だいぶその、動きもですねこうスムーズに滑らかになってた時期だったので、このデビュー戦に関してはクリスのその日本デビュー後楽園ホール日本デビュー戦だったということもあって、ちょっともう、向こうもちょっと緊張してたんですかね、自分の方が若干有利にその試合を進められたって、そういう記憶があります。15分時間切れ引き分けでした。あとは、クリスに教えてもらったそのミュージシャンですね、ジャーニーというそのロックの、バンドグループがいるんですけども、
まずそのジャーニーなんですけども、まあ、自分が、中学校の修学旅行それから、の時ですね、修学旅行の時になぜか分かんないんですけども、そのアクションのその あのアトラクションというかですね、アクション、まあ、ただ殴って蹴って投げるだけのアクションなんですけども、それをその、修学旅行で披露をしました。 なんでそういうふうな話になったか分かんない、なんかその出し物をグループを作って出し物をしなければいけないみたいな、そんな多分、課題だったと思うんですけども、 その中でまあ自分が戦うそのアクションをそのやってみたいと言ったのか、やらされたのか、ちょっとそのまあでも自分がやったっていうことはおそらく自分もやってみたいなとか言ったのかもしれませんけども、まあその修学旅行でですねやることになりました。まあ、その時に何かそのただ黙々と戦ってるんであればなんかちょっと気持ち悪いなっていうふうに思いましたので、その映画だったらその効果音とかをバンバンとかその叩く音とかが入ってすごくかっこよく見えると思うんですけども、実際にそのここでそのアクションをしなければいけないってなった時に、実際にその殴るわけにもいかないし、殴ったところでかっこいい音も 出ませんので、やっぱりまあ寸止めにして、まあその代わりになんかその映画みたいなそのバックミュージックが欲しいなというふうにその思ってですね、それでさ、まあ友達にどの曲がいいかってこう相談したら、これがいいんじゃないかっていうふうに聞いたのが、そのジャーニーのですね、セパレートウェイズっていうなんか男と女がこう別れてしまう、そんな曲なんですけども、まだ当時は英語なんか全くその理解してませんので、その単にその曲のノリがいいということ、かっこいいということで使った曲で、まあ、その曲がですね、たまたま自分の隣でそのバスですね、移動している時、隣にいたクリスの耳から聞こえてきました。でクリスに、これ誰なのって聞いたら、ジャーニーだよ、俺はこれジャーニー大好きなんだっていうふうに言ってて、それでまあその中でも俺が一番大好きな曲があって、その曲は、時への誓いという曲だというふうに教えてくれてですね、まあ、その内容なんですけども、その一箇所にとどまらずにその旅をしながら生活をするその音楽家の恋の大体お話、歌詞というか内容なんですけども、まあ、その旅をしながらその生活をしているその音楽家のにそのプロレスラーをその当てはめた、もしかしたらクリスも誰かに恋をしてたのかもしれません、外国自分のカナダの方でですね、まあなんですけども、なかなかそのカナダにずっといられないし、プロレスラーはやっぱりそう転々としますので、こんなんでいいんだろうか、でも彼女のことは好きだしなみたいな感じで、おそらくこうその曲を聴いてたのではないかなと思うんですね、時への誓いです。そして、まあ、自分がですね、まあ、クリスがそのデビューしてから、今度はそのデビューして、選手になってからはカナダからですね、今度はそのシリーズごとに来るようになってきて、もう本当にその外国人選手扱いになって、その道場には住まなくなったんですけども、まあ、それと同時にその自分も、海外ですね、そのドイツの方にその遠征になって、まあ、それっきりそのクリスとは一時お別れになってしまうんですけど、一回だけですね、海外から帰ってきて、まあ、自分が UWF にいた頃にですね、一回だけ実は会ったことがありました。イギリスでお世話になったそのトニー・セントクレアさんですね、が、新日本プロレスに来た時に、ね、ちょうどその自分も、イギリスにいた頃お世話になった頃ことの、その、恩というかですね、ちょっと お礼を言いたくて、それでも会って、一緒にそのリベラに行って食事をして、で帰ってきて、で、まあ、KO プラザでそのトニーさんの部屋でちょっとお話をして、帰り際ですね、ちょうどそのエレベーター降りて、ロビーでその出口に向かおうとしたら、クリスがですね登場して、自分のことを船木というふうに正確に彼は言えないです。なぜか船木なんかそのふっていうのが言いづらいのか分かんない、たまにですね、あと船木じゃ船木ぎ、ちょっとぎになってて、たまにうなぎに聞こえる時がありました。
あ、そんな感じでそのナギみたいな感じでパッとこう聞こえたんで、パッと見たらクリスですね。で来たら、あ、懐かしい、久しぶりって感じでこう、抱き合って、今何やってんだ、これやってるんだ、そんな話をしてたのが最後で、まあ以前と変わらない笑顔でものすごくその、まあ嬉しそうにですね、こんなところで まさかその会うとは思わなかったっていう感じでその、笑顔をですねその見せてくれた、あのそれがあの最後ですね。もう30年前になりますけども、1995年、新日本プロレス8年やった後、1995年からはアメリカを拠点にしてその活躍するようになったらしいです。ECW、WCW、 そして WWE ですね、あの、まあ、ほとんどその、アメリカのメジャー団体ですね、計12年間、活躍して、それではその2007年までですね。で2007年に残念ながら亡くなってしまう。なのでそのデビュー、日本でデビューして、まあ、20歳からですね、亡くなった40歳までその、20年間ほぼそのトップですね、そのあのプロレスのそのアメリカ、日本アメリカのプロレストップのそのプロレス団体をそので活躍して駆け抜けていったという、そういう印象ですね。そして、40歳ですね、40歳の時にその亡くなってしまうんですけども、聞いた時本当にびっくりしました。あのクリスがあのまさかこんなその、まあ、結末というかですね、いきなり入ってきましたので、まあ、WWE なんかでその活躍している姿はあのちょこちょこその見てましたのでなんですけども、いきなりそれがその入ってきて、本当に、信じられない、あの信じたくない、何かあったのかなと、あの疲れてたのかなと、あのやっぱりその人間の体ですね、体を壊すとやっぱりその気分もどん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 落ちていきますので、あの心と体っていうのはやっぱりあのつながってますから、体調が悪い時はあのあいい考えもですねあの絶対浮かばないです。なのであの自分もあの体調が悪い時っていうのはあんまり考えないようにしてですね、体調が良くなってくる、良くなる 方にその、生活をその戻してですね、それでその良くなってきて正常な考えがその浮かぶまで待ってですね、それでその次の、ことを考えるっていうふうにそのいつも決めてるんですけども、あのやっぱりそんな感じで、おそらくハードスケジュール、それからあの彼の試合ものすごくやっぱ受け身がですね、あの普通の人の受け身よりももっとなんか倍飛び跳ねたような感じの受け身をしますので、かなり体にもダメージが溜まってたのかなっていうふうに思いますね。あの心と体、つながってます。で体が痛むと心も痛んできます。でおそらくそれでどん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 その悪い、それでも忙しいから試合をしなければいけない状況があって、それで試合しているうちにどん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 こう苦しく真っ暗なそのトンネルに入って、で最終的にそういう行動になってしまったのかなと、あの考えてやったことのように思えないので、なんとなくですけどもその衝動的にやってしまったのかなっていう感じはしますね。あのすごく、悲しかったです。あの自分が去年ですね、あの2019年に見た一つあの印象的な映画がありまして、仙骨という、洗う骨と書いて仙骨というその、映画なんですけども、ガレッジセールのゴリさんがその監督をした映画です。それであの、まあ、脚本もですねゴリさんが、書いてる脚本ですね。その中で一つすごく心に残ったセリフがありまして、人間、無理をすれば何かが壊れるという、まさしくそのなんかこの今回のクリスのですねこの最後をなんか物語るような、そんな、言葉ですね。これあのクリスだけに、あのだけにその当てはまるわけではなくて、まあ、自分にもいろんなその人間、全その人類にですね当てはまる言葉だなと、あのやっぱり何かその無理をしすぎるとですね、
壊れる、何かが壊れると、そういうなんかすごく印象に残ったセリフでした。やっぱりその、まあ、クリスですね、いろいろなその記事読むの中でも、そのステロイド、筋肉増強剤のその副作用で、精神がちょっとこうおかしくなってでやってしまったのじゃないかなって、そんな記事もいっぱい見るんですけども、まあ体を見れば一目瞭然ですね、まあ、筋肉増強剤を使って作り上げた体だったっていうのは分かるんですけども、やっぱりその、まあ、WWE のですね、スケジュールも半端じゃなく大変だっていう話も聞きました。やっぱりその中でそのまあ出てくるのがやっぱり薬ですね。やっぱり試合の数の多さで、開催地の場所ですねが時差のある場所で、時差のある場所でその行いますので、でまあ毎日毎日試合しているとその体にも負担がどんどん重なってきますし、そこでやっぱり薬が登場して、時差ボケだけども寝なければいけない、寝なければいけない睡眠薬で起きてトレーニング、時間がない、早く筋肉をつけなければいけないで筋肉増強剤で試合、眠たい、時差があって眠たいだけど試合しなければいけない興奮剤、試合をして怪我をした、どことかあちこちの痛んでしまっただけどまた試合しなければいけない痛み止めですね、まあ、どんどんその薬でその生きていかなければいけない状況が来る場合もあると、もしかしたらクリスもそんな状況でその生活をしていたんじゃないかなっていうふうに思いますね。かなり苦しかったんじゃないかなと、疲れていったんじゃないかな、だけども、戦い続けなければいけない、戦い続けていたかった、やっぱりその最後の最後までやっぱりプロレスラーだなと、苦しくてもはったりですね、はったりとその痩せ我慢でそのやり通すのがその昔のそのプロレスラーですから、そのまんまなんかそれを字で、言ってしまったじゃないかなと思いますね。人間人生、ことわざで四十にして惑わずというそのことわざがあるんですけども、残念ながらクリスは40で亡くなってしまいました。おそらく相当疲れてたんじゃないかなと思います。あと人生ですね、ちょっと頑張りすぎたじゃないかなと、それも思いますね。あと最後を見るとやっぱり家族を愛しすぎていたんじゃないかな、家族と一緒に天国に行きたかったんじゃないかな、これはクリスのわがままだと思うんですけども、わがままを言える相手が家族しかいなかった、すごくなんか悲しい、残念だなと、誰にも頼ろうとしなかった、最後までその弱さは人には見せたくなかったっていうなんかですね、今はですね、できれば家族と一緒にその天国にいることを願います。以上です。今回は、クリス・ベノワ選手についてお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。